ベル207スースカウトベル207スースカウトベル207スースカウトはベルヘリコプター社がアメリカ陸軍からの契約のもとタンデム形式コックピットスタブウィング機種仮面の銃刀を備えた攻撃ヘリコプターであるベル D-255 のためのコンセプト実証デモンストレーターとして開発されたベル47を改造したヘリコプターである数年間の研究の後に ベル社は、さらなる開発への予算支出の望みをかけて1962年6月に、公式に陸軍に対してその成果である、D、D-255 色小ヨーリアーの、モックアップを披露した。D-255 は、UH-1B のエアフレームと、動力系統をもとに新しい細身の胴体、タンデム複座のコックピット、機種にグレネードランチャーを装備した、球場銃刀、 胴体下面に 20mm 機関砲を装備したガンポット、ロケット弾や SS、銃追戦車ミサイルを装着するスタブウィングを備えた攻撃専用の航空機として計画された機体であった。1962年12月にコンセプト実証の契約はベルシャがモデル207スースカウトで獲得した。この機体は 本質的には新規の全部動体とベル 47G-3 の動力系統をベル 47J の中央と後部動体に取り付けたものであった。スースカウトはタンデム式コックピット、武器を搭載するスタブウィング、騎手仮面の銃刀といった現在の攻撃ヘリコプターの主要な特徴をすべて備えていた。タンデム式コックピットは低い位置の前席に銃種が 後席にパイロットが座り、前後席ともに操縦装置を備えていた。重手席の正面中央には照準装置と重刀制御機があったため、操縦装置は前席の横に移設されていた。重手は 7.62mmM60 機関銃2丁を備えた重刀を操作し、スタブウィングには外部造装を装備した。 1963年7月に初飛行したベル207は、スタブウィングのおかげでベル 47O-13 を上回る、機動性の改善を発揮してみせた。さらなる試験のために1963年末に、ジョージア州にあるフォートベニング基地の陸軍パイロットに、引き渡されるまでに、様々なスタブウィング、カウリングや尾翼が207で、テストされた。 1964年をはじめの評価試験を終えると、陸軍は、感銘を受けたもののスースカウトは小型、低出力であり、全般的に実用には適さないと感じていた。1964年終わりに、陸軍は、不ス計画への参画を募った。これに応じて、ベルシャは、UH-1 のライカミング T53 エンジンを、さらに有効に活用して、 D-255 の縮小版である D-262 を提案した。しかし、ベル D-262 は共作の最終候補には選定されず、失敗作となったロッキード R-56、シャイアンが選ばれた。クスの共作には敗退したが、モデル209は後に大成功作となったベル R-1 コブラとして結実した。出展。 諸言性脳武装、ありがとうございます。